前回がですね、氷室そして騎乗くん、この二人のデートを重ね、そして他の男たちの爆弾を取り除くという、まあ、結構多忙なこの結果、ストレスが98まで来てしまいました。もう私もう無理かもしれないこれとか、平日だけどこれ休まなきゃダメだよね、さすがに。これ100超えたら多分あのダウンしてめっちゃなんかパラメータ下がんじゃなかったっけな、なんかそんな感じだった気がするから、なんかあんまりちょっと平日寝たくないとか言ってらんない気がするんですよね。で、あーここもう文化祭の準備か、あこれダメだ、平日も寝ないとダメか、これ準備あもうこれ寝ないとダメっすね、これ平日だけどちょっとかもう寝ないともう朽ち果てるんで、ごめんこれ寝るね、もう平日だけどちょっと嫌だけど、パラメータ下がるけど、まあ、ダウンするよりマシだから、もうダウンしたらだいぶ確かねパラメータ下がるというか、めちゃめちゃ休むんだよねこの子ね。今年の文化祭で開催される、はい、学園演劇に参加したい人は申し込んでください。あれこれって吹奏楽部じゃないの、部活の出し物、そうだよね、部活の出し物もあるけど、どうしようかな。あこれ何、あーそう選べるんですか、てっきり私こっちだけもう3年間もう吹奏楽部に捧げるもんだと思った。学園演劇とかあったこれ、どうし、ちょっと待ってこれさ、こっちはもう完全に氷室ポイント高そうじゃない、だって吹奏楽部をもう3年間通しでいややるんですよこれ、学園祭も。一方で学園演劇、まあでも担任だしな、学園演劇ってこれクラス制なのかな、クラス別でやるのかな、これちょっとでもこっちもさすがになんか3年間あのなんかちょっとしたアニメの吹奏楽の発表を見て終わるのちょっとな、これでもこれってさ相手が誰になるかみたいな、いやー困る、これにします。では、はい、2週間後の文化祭目指して頑張りましょう、はい、これはもう責任重大ですよこれ絶対。もう準備あ大丈夫かな、これそういえばストレス、いやもう吹奏これによって氷室ポイントが下がる可能性も否めないけど、もう今日からなんだよねこれ準備期間、おそらくもう、あそうっすよね、はいはい、準備期間始まる、もう休めないから、これマジで休めないけどストレスは大丈夫なの、いける?おい大丈夫かこれ、まあ、これはねもう全部準備期間当てとかないと、でもミスりたくないんでね私、もう大事なポイント、何をしてる、もう大事なこれ全部パラメータそういえば上がんじゃなかったっけこれ、そうオッケーオッケーオッケー、ん誰、四季様、四季様はもう四季様だもんな、もう四季にゃん四季にゃんとかにしたいけど、いや多分まだねたこ焼きが君だけ唯一普通なんだよね、もういやいけると思うよ、普通だけどこれもう突っ込んでこう、これどんどんもう強気にね、いやおとくんいたね、ちょっとお茶して帰らない、うーん、あ待って、そうだね、あそうそれもいいかもしれない、ね、結構悩んだ挙句みたいな感じで、ちょっと考えたよね、それじゃあ行こう。これさたこ焼きこれでプラスになる可能性ない、あらまあ、初めて来た、ところで四季様ちょっと聞いてもいい、初めて来たんじゃないのこの頬杖、見たことないもん多分、あいいじゃん、どうぞ、うん、何でも好きなことを聞けばいいよ、でもあれでしょ、内容によって NG あるんでしょ、でもどうせ好きなテレビ番組、食べ物、スポーツ、いやなんか食べ物とかかね、まあ、このあたり上下はあんまなんか興味なさそうじゃないこれ、スポーツ、いやでもどうかな、スポーツ聞きたいけどな、食べ物かね、うん、マカロンかな、はい予想マカロン、四季様は食べ物の好みってあるの、あるさ、うん、お僕はマミーが作ったものなら何でも好きだよ、あそうなの、マミーってお母さん、そうだよ、うん、ね、料理の天才なんだよ、あそうなのそうだよって言ってた、もうお母さんのこと大好きなんだな、いいことだけど、うん、四季様の奥さんになる人ってちょっと大変かも、あー確かにこの手料理の質というか求められる可能性あるよねクオリティをね、いやーそう、いやいいじゃん、でもそういうのもいいじゃん、それをきっかけに料理頑張ろうかなみたいななるんじゃないのこれ、ん更新されてるぞ、動物園、ライオンの赤さん、ライオンの赤さんが見られるんですかこれ、ライオンの赤さんが見られるんですか今回、巻きスカートグレーイヤリング、動物園来てライオンの赤さんが見られる、あこれ運勢見てももうあれなのか、準備に当てなきゃいけないから、ここはもうね問答無用で、男に電話とかじゃないから、もう準備、もうひたすら準備、学園祭ミスるわけにいかない、全パラメーター上がんのでか、姉ちゃん、いや無理、今文化祭学園祭がもう迫ってて無理だから、本当にわかるよね、今大事な時期だからね、お前嘘、誰だと思うこれ、誰だと思う、今度こそ鈴鹿の可能性出てきたな、これ
この前鈴鹿かと思ったら違ったんだよね。おっと何これ、明日って、あー買うわー、買います。それは、早速プレゼントを買いに行かなくちゃ。そうだね。え、これ何、3年目だよね。何を買おうかな。卒業論文、チタン合金製指揮棒を、How to まともな会話、これ、いや、サンリッチとかないの。あれ、今までみんなサンリッチ生まれてなかったっけ、3年目って。指揮棒、いやでもこれなんじゃない、卒論高校に、高校、ゼロリ、今まで受け取ってもらってないよね。そういえばさ、生徒からの贈答品はで2連続終わってなかったっけ。論文、いやなんかでも、これ、いやでもこういうのよろ、いや、もう卒業だし、そろそろ受け取ってくれんじゃない、これ。プレゼントもちゃんと用意したい。プレゼントではないよ、それ。うん。全然、なんならそれが求められてんだったら課題でしかないよ、ただ。プレゼントではない、それ。もう別で持ってったら、卒業論文プラス指揮棒、どっちも持ってったらいいじゃん、もう。ヒムロッチ来た来た、どうした、はい、誕生日と聞きまして、はい。これ、誕生日のプレゼントです。君の気持ちは嬉しい。しかし、いやそうよね、私は生徒からの贈答品を受け取るわけには、いやそうなんだよ、この人ね、受け取ってくる、あ、でも当たりが優しいぞ、これ。押せ、もういい、黙るんじゃない、押しなさい、ここでぶつかり稽古して、今回だけだ、くれぐれも他言は控えるように。みんな聞いて、みんな聞いて、先生が誕生日プレゼント受け取ってくれました。先生、私のは受け取ってくれなかった。弾き飛ばされたんですけど、私だって。私は今受け取ってもらいました。あなたたちとはやべ、違うみたい。あなたたちとは違う。まあ、落ち着いて。いや、あなたたちとはいや、マジか。これ、あれかな。たこ焼きマークが進んで、私のことやっぱ好きだから受け取ってくれんだろうね。多分、これ普通だったら無理だったんだろうね。これは。よろしい。いや、ちょっと待って。ここに来て、切な BGM?この氷室の切な BGM、 ほんともう、いやもうすさんだ、もう心、この荒れ果てた心にしみるというか、これちょっとしばらく聞かせようかな、みんなに。これマイクここら辺でオフにしようかな。いやー、これね、卒論でよかったのかな。大変結構だ。非常によくできた。マジで、私には何よりの贈り物だ。ああ、そう、やっぱ指揮棒だったらダメだった、これ。でも指揮棒なの、それ持ってんのって。そういえばずっと持ってるけど、これ指揮棒じゃなくて、なんか黒板とかペッて刺すやつかと思ってた。指揮棒なのかな、どっちで。それよかった、喜んでもらえたよ。ちょ、みんな聞いて、受け取ってもらっちゃった。私だけ多分みんな弾き飛ばされたと思うけど、私弾き飛ばされる、そうだよね、私受け取ってもらっちゃったもん。いや文化祭の準備しなきゃ。こんなうつつを抜かしてる場合じゃない、男にうつつを抜かしてる場合じゃない、文化祭の準備、これ失敗できませんから。今回学園演劇だからね。1、2年生の時、何をしてる、ミスは許されていない、もう。そうだな、ミスは、これ大丈夫、そろそろ、とか男爆発しない、男、もう男爆発したら来るか、なんか、あーもう本番か。今日は文化祭、私が参加するのは学園演劇、これ大事だよ、かなり急いで準備をしなくちゃ、やばいよ、ちょっと前もって。あ、またここなんだ、結構人が入ってるみたい、緊張するな。音、騎乗くんじゃない、ちょっと待って、私今あなたが喋るんじゃないかって思って隙を見て、唾液を飲み込もうとしたら、もうのお前喉入るじゃん、唾液、もうやめなよそういうの。お前これはどういうつもり、これ、どえ、何なの、え、これで出るの、君もしかして。おと、顔色が悪いようだな、はい、顔色は、いや大丈夫ですよ、なんだか緊張しちゃって。あ、もう開演みたい、何役なの、もう開演みたいですね。これより、あ、来るよ、浜崎学園演劇を開演いたします。先生も出るんですか、これ。何も緊張することはない、リラックスしなさい。いいなぁ、いやいいんですか、どういう役これ。お願い、行かないで。やっと気がついた、私はあなたを愛しているの、だから。いや、何、私は君の人生から去ること。いや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 、違う、愛しているの、ユータはこっちは。何、人生から去ることって、終わり待って、あなたじゃないけど、あ、待って、あなただわ、これは。おい、何それ、ちょびひげ、何なのそれ。ちょっと、それにしてもヒムロッチってどうしてこんなにクールなんだろう。まあ確かに、メガネ外したとこって初めて見たんじゃない、これ。
まあ、ちょびひげなかったらどんな感じなのかっていうね、まあ、リタッチして確認したいところだよ。もうちょびひげの上からこの肌色のところちょっとなんか修正して塗ってどんな感じなのか見たいぐらい、これメガネ外したとこ貴重だからね。こんな風に女の人に追いかけられても平気な顔して去っていくのかな。さらばだ。いや待ってください、ダメです、待ってください。次のセリフは出てこないのか、まさか飛んじゃった。あ、大丈夫。いいえ、私は諦めないわ。たとえ今日別れても、明日は明日の風が吹くのよ。いや、ちょっと滑ってる、やめて、滑った滑った。ちょっと読み方棒読みすぎて滑った、どうしよう。こうして高校生活最後の文化祭は終了した。ちょっと滑ってる、ちょっとどうしよう。え、演劇で主役だった、なぜ任された、あんな棒読みで。いい思い出になって、いや、まあまあそうだけど、なんで任されたんだろうね。もうオーディションとかなかったの、オーディションとか。これえぇ、ー、終わりか。あ、ちょ、つくしに、あ、そうか、爆弾抱えた男がいるらしいんですよ、これ。はい、なんかね、わかんないけど、多分私の予想はね、鈴鹿だと思う。そろそろもう本当に鈴鹿。いや、絶対鈴鹿、もう今回は。君か？いや、顔文字すれば戻ったんですよ。そうそう、確認したけどね、戻ったよね。で、はぁ、もう鈴鹿しかないよ、これ。鉄壁だな、君、相変わらず。キャー、すごい、どうしよう、これ。でしょうね。だと思った、やっぱり。え、まさか。やめてよ。ちょ、やめてよ。勘弁してよ、もう。あなたもなの。ちょっと待って、二人はもうちょっとやってないって。一人でもやってないのに二人はちょっと まずい、これ。ちょっと待って、スケジュール見てちょっと確認しなきゃいけない、これ。日曜はさ、あ、ここがあるね、ここと。いや、12月と23日、いや、きちい、これ。いや、でも来週、再来週まで耐えてくれんのかな、これ。いや、きび、どっちが先に爆弾所有した、ちょっと先に所有した方に電話かけないと、これまずいのでは。ちょ、どう、はぁ、どうしよう。いや、どうするかね、これ。君らのどっちかでしょ。いや、多分鈴鹿の方が早かったんじゃないかっていう、はい、私その説をして、こちらから、ケアしたいと思います。あー、カズマくん、男心てわしづかみ丸だけど、どうした。いや、どうしたじゃない。突然かけてくるなんてよ。なんか用か。これ5回目くらい、もう何回爆弾所有してんだこの子。やばいって、もう頻度高すぎるって。ここでも、いや、でもちょっと休む。あー、でも日曜潰すわけにはいかないから、ここしかないよね。ちょっとでも、また平日休まなきゃいけない、まさか。ちょ、無理よ、そういうの。ゲーセンとか行っちゃう。まあ、最近なんかね、運動する系が多かったから、君とは。ゲーセンとか行っちゃおっかな、これ。どうしよう、ゲーセン行くか。あれ、行ったことあった？え、ちょっと待って。あ、ゲーセンは日比谷くんと言ったのか。なんか格ゲーでうんぬんで、なんか嫌われたというか、なんか微妙だったよね。うん。うん。あ、マジで？うん。付き合ってやるぜ。何を言ってんの？爆弾5回ぐらいも抱えて、ほんとね。もう数えるのもきつくなってきたわ、あなたの回数、ほんとに。それじゃあ、11月23日、駅前広場ね。うん。わかった。OK、OK、OK。お前が誘ったんだからな。いや、ちょ、もう、でも、あさって？遅刻すんなよな。あ、まだか？え、ちょっと待って、あさってじゃない。あ、来週10日後ぐらい、これ。あれ？どうだったっけ？ 10 日後ぐらいか、これ。え、ああ、そうね、10日後ではないけど、まあまあ1週間とちょっとみたいな。今回、あ、忘れた、動物園ライオンの赤さん忘れてた。これ見に行けばよかった。これ忘れてたわ。ちょっとそうだった、勉強。いや、好楽さんはダメか、健康。いやー、勉強かな。じゃあちょっと勉強か、まあ吹奏楽って感じだけど、まあ勉強かな。勉強ちょっと打ち込んどくか。これ何？かー、ここにいたのか。はい、ここに。え、まさか。あ、ヒムロッチ、え、どうしたんですか。次週日曜だ。予定は空いているか。めちゃくちゃ頻繁に誘ってくるね、本当に。え、あ、いやいやいや、さすがにちょっと私もストレスが溜まって寝なきゃいけないから。空いてます。はい、空いてます。ドライブをしよう。はい、またドライブ。デートっていうことですか。社会見学だ。いや、どこに。だからライオンの赤さんがそういえば生まれたらしいんですよ、動物園で。見に行かない？社会見学。どうでもよろしい。うん。当日は車で迎えに行く。あ、自宅待機なんだよね。自宅をして自宅で待機だ。あ、了解いたしました。はい、承知いたしました。いや、ただやっぱライオンの赤さん見に行けなかったりとかね、ストレスも私は。わかりました、行きましょう。よろしい。はい、それでは次の日曜、はい、くれぐれも遅刻しないように任せてください。自宅待機ですね。了解です。はい、ヒムロッチか。なんだかまだ緊張してんの？結構だって頻度高い。いやー、もうこうなるとあれなんだね、男たちがバンバン誘ってく。絶対キレてる、これ。どんなキレた顔するの、君は。
もう切れた顔というよりもう何これ、興ざめしてない、なんか日比谷くんなんか怒ってるみたい。いや順番に今、順番も待てないわけ。え、何、先に爆弾を抱えた男の子からケアしてたら何ダメなの、順番も待てない、みんな順番で待ってんだよ、ちゃんと列に並んでね、一列で待ってんだから。ひのちゃん、もう日比谷、日比谷、日比谷のケアができない、どうしよう、もう行くしかないぞこれ。ちょっとこの子はなんだっけ、あ、こうピュアが好きなんだけど、ちょっともうこれ、あ、そう、これさ同じものだよね、着てるのって。ちょっとだから怒られる、怒られるから。え、これ被ってない、いやでもさまたいだからいけるのかこれ。え、ピュアって他にない、うわー、だからもう11月だから寒くないかこれ、大丈夫、なんかちょっと寒そうこれ。アウター着たらもう終わっちゃうんだよねこれ確か。いやなんでピュアじゃん、別にこのアウター着たって、別にアーガイルのセーター着てもピュアだし、ピュアだし、あたし、ピュアだし、あたし、インフンでる、ピュアだし、あたし。あ、ラッキーアイテムなんだったっけ、イヤリングでいい、イヤリングでいい。え、これ寒いとか言われるかな、もう11月なんだよね、結構やばいかもしれない、もしかしたら。え、いや、自宅待機よ、自宅待機。バカにしないで。私覚えてるから、ちゃんとその日の間、自宅よ。どこ、なんで公園まで来たのよ。いや、遅れてる。まだ、あ、大丈夫か。待ってみよっと。いやー、まあまあ、自宅前って本当にもう玄関から外出てんだ、これ。来たら家出るんじゃないんだね。え？待ち合わせ場所。いや、ここだよ、自宅前。いや、自宅前だよ。お、そうだよね。うん。バカにしないでもらえる、本当。覚えてますから、その日のやつは。ヒムロッチを待たせるわけにはいきませんから。よろしい、ほう、いい心がけだ。ドライブでしょ今日、ジュライブだからな。一回ドライブ行きましたよね、あの、出発しないんですか。待ちなさい。どうした、まだ予定より10分早い。いや、いい、別にいいよ、大丈夫だよ、もうだって準備できてんだから、こっちどっちもね、あなたもできてるでしょ。はい、いやいや、はいではないけどね。いや、できてんだからよくないって、返せばよくないこれ。その格好で寒くはないの。いやー、やっぱりそうだわ、寒いです。でもピュアがあなたいいって言うから。それでちょうどいいのなら、うん、体脂肪率が高すぎるのだ。それは言っちゃダメだと思うけど、そんなことを言う、メガネかち割っちゃうよそんなん、ダメだよそんな。体脂肪率の偏りは、はい、健康に著しい悪影響を与える、はい、気をつけなさい。これ言われてどう思うの、ちょっと薄着すぎたな。いや、これしか思わないのすごいね。え、ちょっとレイデーに失礼じゃないとか思わないの。出発する。いや、大丈夫これ、どうした、ペルーってなっちゃうから、もしかしたら。君は、いや、いけるいける、状況を理解しなさい。いや、あなたもね、私によく人のこと体脂肪率とか呼んで、ほんとねひどい男だわ。シートベルトを締めなさい。うん、でも車の中、発進する。いや、だってドライブだから基本車の中かなと思って、うん、だったら空調とか暖房というか効かせてくれるかなと思ったからこの格好できて、別に外をね長時間歩くわけじゃないと思ったから、それは先生の車の中だから。そう、あ、シートベルト、はい、わかりました。どこ行くんですか今日。ライオンの赤さんが見たいです。私、ライオンの赤さんが。音、どうした、急に静かになったな。いや、だって体脂肪率とか言うからだよね。え、先生と二人きりなので緊張して横顔に見とれてました。流れる景色を見ていたらつい横顔に見とれてました。どれだ、緊張し、これはダメな気がする。なんかまだ緊張してんのかこいつって思われちゃうから、多分これ違う。横、いや、でもこれもな、これじゃないの、景色を見ていたらつい、いや、景色、いや、でも先生は話してて無視して景色見てたらやばい。これ、いや、でも攻めすぎこれ、それ、これ、わかった、え、わかったから、はい、あまり見ないように。え、何ですか、運転してるその姿をずっとガン見してた、ガン見えみりしてたわけですよ、私といたしましては。それが何か、え、ダメってこと、え、どういうこと、なんかやばくないこれ。え、すごく楽しかったです、今日は誘ってくださって、あれ、え、やばくないこれ。いや、え、私も、あー、オッケー、有意義な時間を過ごした。あ、マジでよかった、礼を言うのは私の方だ。あ、よかったよかった、オッケーオッケーオッケー。結構攻めたと思ったけどね、んちょっとまだいけるんじゃないのこれ。頭が一番君急所なのか、やっぱ君の意欲の高さには感心する。何の意欲だって、だから横顔に見とれるのが、やったね今日のデート。あ、オッケー、横顔に見とれるの結構君いいんだねこれ。あー、そういうの嫌いかと思ってた、思ってたけどね。うん、おと、車で家まで送ろう、はい、ありがとうございます、いつもね送ってくださるから。え、いやいや、これはもう遠慮しますって、私歩いて帰り、いや寒いから、
薄着だぞ君、帰りない一緒に。では乗りなさい。はい、よろしくお願いいたします。いつも送ってくださるからね、車で。ヒムロッチ、質問してもいいですか？質問の内容による。まあそうだね、これいろいろ聞けるんだよな、これ。趣味ね、ちょっと趣味聞いちゃおっかな。どうしよっかな。趣味ヒムロッチの趣味って何なんですか？勉強だ。え？ああ、まあまあそうだよね、ずっと勉強してなきゃいけないもんね、仕事柄というか。いや別にいいじゃん、そんな仕事が趣味とこう直結してるってすごいよね。だってね、すごいことだと思うよ、それは。わかった。うん、何？あ、別の出してくれんの？私の趣味は、あ、趣味は、うん、そうだな、あ、時々ピアノを弾く。そうだね、それは趣味の一つなんだ。そういえばそれすごかったもんね、ピアノね。ピアノですか、ヒムロッチ。いや見たでしょ、聞いたじゃん、優しい音色ですね、ありがとうみたいな流れあったじゃん。なんでヒムロッチがピアノみたいな、なんで記憶失ってんのか君。両親ともピアニストだった。あ、そうなんすか。母はクラシック、うん、父はジャズ。ほう、だから私も自然と覚えた。え、自然と覚えられるもんなんですかそれ、指タッチしなくても。あ、まあでもやってたから触ってたんだろうね、ピアノもね。そうなんですか。ヒムロッチはどっちを弾くんですか？音、君はどっちだと思う？なにクラシック。やっぱりクラシック。あ、そう、そっちかな。正解だ。よし！おーし！よし！今、男あさりて、男あさりてじゃねえわ。男心って、男あさりて4のやつで出てきちゃった。いや、クラシック、まあそうだよね。クラシックだよね。なるほど。え？ありがとうございます。わざわざ家まで。問題ない。はい。私の帰路に君の家があるだけだ。いやいや、まあまあそんなこと言ってね、延長でドライブで送ってくれた、そういうの好きなんでしょ。本当は送りたかったんでしょ、私のこと。うり、次回も有意義な一日になることを期待する、うん、あ、わかりました。どうした、これなんか気まずいんだよね、毎回。いやいやいや、なんか気まずい。頭おりゃ、ダメです、今しかないんです。ん、それでは。いや、そこハテナ何なんだろうね、これ。ヒムロッチに家まで送ってもらっちゃった。いやー、これ、いや、ドライブってね。え、期末試験。おー、マジか、期末試験来ちゃった。もう2週間、ストレスと、あと日比谷くんがやばい、どうしよう。寝らんないな。で、ここに日比谷くん電話したとして、いや、寝る暇なくない、これ。これ誰の誕生日、これ。中秋十か。いや、微妙、全部微妙。まあ勉強でいいかなっていう感じですかね。まあ勉強で、今週は勉強。もう期末も近いから、これ逃せないからね。駅はそうだった そうだったね。どこだっけ、やべえ、待ち合わせ場所どこだっけ。君はスポーティーが好きなんだっけ。あれ、セクシー枠って君だっけ。あ、ちょっと待って、待って。てか、あれなんだよな、でも寒いから結局上着着なきゃいけないからダメなのか。いや、これ、あ、で、危ねえ危ねえ、この子はこれだ。あ、これ、オッケー、これ暑くない、逆に大丈夫、11月でも大丈夫。これセクシーさ消えちゃった、これ。あ、待たせちゃってごめんね。いや、うん、俺も今来たとこだ。あ、そう、ちょうどいいタイミングだぜ。いや、今日はゲーセンだったかな、そういえば。本当よかった。あ、うん、なんか気が合うよな。なんか同じ会話ずっとしてるよな、これ、デートのたびに。あのよ、おう、ありがとう。まあ、時計でしょ。うん、この時計でしょ。急にどうしたの、それ。うん、つけてくれてんだな。そうなのよ、なんかくすぐってぜこういうのそれなのに爆弾抱えるのどういうことなのかしら。本当、カズマくん嬉しそう。よかった、身につけてきて。じゃあ行くか。どういうこと、もう行くか。じゃあ、これはどこだっけ君、頭とか行けるんだっけ。ドキドキかしてねえからな。いやー、ちょっとタマちゃんに怒られるからね、本当に。よ、何すんだ。何しよっか。あ、これ聞かれてるときは置きに行かなきゃいけない。うーわ、ビデオゲーム、メダルゲーム、音ゲー。いやー、この前なんかあれしたんだよね、日比谷くんと。ビデオゲームだったっけ、メダル、音ゲーとかよくない。音ゲーしよっか。音ゲーは、お、うん、いいじゃん。音ゲー好き。体使ってプレイすんのか。うん、任せろ。まあ多分ダンスレボリューションみたいな、そういう感じなんだろうけどね。いやー、これ目ん玉とかどう。目玉くり抜ける。それで、え、どうすんだよ。え、何か、ダンスレボリューションでいいけど。お前、こういうゲーム好きなのか。ぽいのあるわ、左、ほら、やってるもん、すでに。え、こういうゲーム好きなのか。なんだよ。ちょっと、いや、ごめん、聞いてなかったわ。こういうの好きなのかって何。こういうのゲーム好きなのかと。ああ、うん、D 好き。私、あまり上手くないから、うん、割と好きだよ。え、D 好き。うん。
俺もだ、ね、え、マジで体動かすとスッキリするもんな。あ、ほんと？これいけるぞ。絆創膏剥がすチャンスだぞ、これ。これ剥がしたもの未だかつていないからね、これ。これ剥がしたらちょっとやばいと思う、多分。いけた。え、ごめん。お前の顔ほど面白かねえ。いや、そんなこと言わなくてもよくない。誰が福笑いよ、失礼ね、ほんとね。音ゲーやるよ、もう。一日が短すぎるよな。音ゲーはちょっと遊び足りねえ感じだぜ。うん。また誘ってくれよ。うん。な。いや、あの、音ゲーはすいません、私ただただ福笑いって言われただけで終わったんだけどね。これ絆創膏剥がすぞ、もうこれ。1日24時間じゃ短すぎるよな。いや、そうだけど、誰が、もう誰が福笑いなわけ。私今のところ体脂肪率が異常に高い福笑いになってるけど、もう悪口のオンパレードになってる。どうしよう、バッチリ好印象だけど。怒ってやるよ。いや、いいけど、もう男の責任ってやつだな。もうすごい言われようだから今私、もう次も日比谷くんとかにめっちゃ言われんじゃないの、これ。えっ、手を繋いでみようかな。何すんだよ。いやいや、これもう逃げらんないから嫌がられちゃった。まだ早かったのかも。いや、そうだよ、やめなさいよ、ほんとね。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや、別に。え、んじゃ、またな。まあまあ、これで爆弾はとりあえずなくなったと。ヒヒヒヒ、カズマくんに送ってもらっちゃった。いや、そんなんだから手繋げないんだよ。多分手繋いだらイッヒヒとか言ってたと思う。もうそれを知ってた、向こうは。多分あいつ笑い方やばいよって。来た。え、わーちゃん、おらま、まさかデート。あれ、窓かどうしたの、改まって。聞きたいんやけど、デート、デート今度の日曜日ってどないや。そうでしょうね、どないって言われても。ほら、なんかあるやろ、うん、暇で暇でしゃあないとか、うん、誰かに誘ってほしいなとか。まあまあまあ、そう、まあ寝たいけどね。っていうか、あの、日比谷くん大丈夫？いやー、さすがに日比谷そろそろ爆発しそうだから、これはね、申し訳ない。うん、行きましょう。はい、フリーマーケットで一緒に買い物とかで。フリマの日、マジでフリマの日か。いや、これはちょっとフリマ行ったことないよな、なんやかんやね。じゃあ決まりな。え、フリマってそういえばさ、全然今回行ってないわ。じゃあ今度の日曜日、公園入り口。あ、了解です。待ち合わせでいいかな。に決まってるやん。うん、期待してるし。うん、キャンセルとかなしやで。いや、ちょっと取り合いが止まんないな、これ。やったら、まどかからデートに誘われちゃったよ。いや、どうしよう、ひしめき合ってる。まあ多分本当にこの2人なんだろうな、今ひしめき合ってんの。いや、てかもう明日の予定だったら、ストレスやばない、これ。大丈夫か、これ。まあもう行くしかない。この子なんだっけ、スポーティーだったっけ。この子はスポーティー。あ、でももう寒いから無理なのか。結局そう、さっきも言ってたんだよね、寒いから無理なのに、すぐ忘れちゃう。もう最悪、冬、もうセクシーな衣装が台無し、冬のせいで、本当に。これイヤリングラッキーアイテムでよかった。まあまあ、これでいっか、じゃあ。え、セクシーが台無し、本当もう。公園入り口？あ、オッケーオッケー。うわ、寒くないの、君。その、これ見たことあるな、その、その T シャツの太陽、顔怖いよね。ごめん、待った。この俺を待たせるやなんて、うん、悪いやっちゃで、ほんま。いや、すまんね、ちょっとあのアウターと葛藤があってね。もうサムセクシーを捨てるかみたいな葛藤があって、ごめんね。せっかく早めに来たのにな。うん、まあ相手が自分やったら怒られへんわ。うん、なんかこれ前もあったね、そういえばね。おー、中が匂うとるやん、それ。え、あれ、あ、そういえば色、え、このピア、あ、ピアス、そういえば、あ、そっか、数回の時は時計つけたからなかったんだ、ピアスが。うん、ええ感じやで。あ、ほんと。かわいいわ。あ、ほんと？これ見たことあると思うけどね、でもね。マドカってピアスとか好きなのかな。え、君が好きなだけ？それともでもラッキーアイテムだからじゃなかったっけ？な、行くか。え、来た。ん？これは、もう、とりあえず、右目もらっとく？今日、ええらい積極的や。いや、積極。積極的に目玉くり抜いてる。積極的よ、それは。よー、儲かりばっかー。来た。いや、おやつくかなって思って。おさ、行くで。これはもう一回タッチ可能？じゃあ左目もいっちゃおっかな、おじさん。はぐれるように見てるし。うん、心配せんでええよ。大丈夫？両目失ってるよ、今。え、なんか見たい。なんか、これなんか自分にぴったりやと思えへん。どれどれどれ、ここダメなんだよね、多分ね。どれ、何それ、センス悪い。ほんとよし、思い切って買っちゃう。どうしようかな。今の言い方これなんじゃないか。うん、あ、そうだよね。いや、そうだよね。なんかね、んなんかちょっと罠仕掛けてきてるような言い方じゃなかったもんね。やべ、うん、両目攻めたから、目、もう目攻められないように閉じてる、この子。やるな。マウスか、じゃあ。俺やから栄養なもん。え、気をつけよ。もごもごしてたよ、今。気をつけよっつってたよ。
何もごもごしてんの。終わったぞ。今日は誘ってくれてありがとう。すごく楽しかった。おう、また近いうちに誘うわ。あ、ほんと。他の男に取られたないしな。いやー、ほんと今ね、取り合いみたいになってるから大丈夫かな、これ。頭いっちゃう？自分とやったら、何してても楽しめそうや。いや、フリマだったしね。まあ、前も言ってたからね、フリマも楽しめた。じゃあやったね、今日のデート。よしよし、オッケーオッケーオッケー、バッチリ好印象。これはもうどうするの？中学生とちゃうからな。何よ。まだちょっと早いな。え、どっか寄り道でもどうや。寄り道とかあるの？え、普通に送ってもらうだけじゃないの？え、これマウスですか、これ。あかん。たー、ダメー、下がっちゃった、矢印。なんでなんで。あ、今質問ってことこれ。いや、そんな言ってよ、今までなかった。え、本当に延長戦あるのこれ。え、どこ行くのこれ。よっしゃ。え、ノリやで。え、じゃあ行こうか。え、自宅じゃなくてどっか行く、初めて。延長戦突入したんじゃないこれ。今日のデートもおしまいなんだか。いやいやいや、どっか行くんでしょ、こっから。離れるのが寂しい感じ。今からでしょ。落ち着かんな。え、どこ行く。え、どこ連れてってくれんの。窓かも私と同じ気持ちなのかな。いや、どこ連れてってくれんの。公園で何、おしゃべりみたいな感じ。寒っ。ところで窓か。ん、うん、その格好で外でおしゃべり寒くない。え、あ、こういうやつか。学校のこと、食べ物、テレビ番、学校のことって何。これ気になるね。まどか、最近学校生活の方はどう。なんや、急に教師みたいなこと聞きよって。いやー、うん、学校、うん、めんどい。めんどい教師みたいなこと。あ、霊一の影響かな。ごめんね、他の男の影響が出てるわ。あ、ちょっと悟られないようにしないとね、嫉妬するかもしんないから。そんな身も蓋もない。自分だと会えるのは楽しいんやけどな。うん、勉強はほんまめんどいわ。まあまあ、気持ちはわからなくはないけど。でもまどかってやれば結構できるんじゃない。あかんわ。あ、そう。全然やる気をこれ。ああ、まあやればできるかもしんないけど、やる気がそもそももう本当にどうやっても起きないと。気が進めへんことを無理してやったかて、うん、ほんまにええ結果は出えへん。いや、それはまあわかるわ。うん、結局でもね、私なんか全てのことに対して気が進まないから、結局何もできないっていうね。まあなんか打ち込めるものがあればいいんですけど、本当にね、そういうのがないとね、もう破滅するね、これは。まあ勉強はね、そうね。まあどうなんだろうね。今やっといた方がいいのかどうかって言われると、おじさんもうまく説明はできないから、もうここ多分だんまり決め込んじゃう、これ。私が聞き役だったら。うん、これ無理だ。何よ。ちょっと賢そうに聞こえへん。何、ごめん、あ、なんて。ちょっともう一回、もう一回、え、なんて、ちょ、え、あ、なに、え、あ、え、あ、え、どういうこと、え、どういうこと、え、どういうこと、バカみたいになっちゃった。取り乱しました。大変失礼いたしました。何ですか、賢そうに聞こえる。いや、別にそこまで、いや、どうかな。うん、まあそういうことにしとくか。もう、ここ合わせといた方がいいからね。カンペ作るんやったら燃えんねんけどな。カンペ、うん、何、カン、あ、カンペって何、テストでって。なんかさ、君さ、結構テスト怪しいみたいなかったっけ。なんかそれ作ってたんじゃないの、カンニングペーパーみたいな。え、怪しくない。え、ありがとう、家まで送ってくれて。何言うてんねん。うん、こんなん当たり前や。うん、あんたな、わーちゃん。いや、わーちゃんの時ちょっとテンション落ちるのやめてよ。だから、え、触れなかったんだけど。まどかに家まで送ってもらっちゃった。え、これメール。あ、そうっすよね。まどかからメール。楽しかったで、またイチャゴラしような。だって、よった。まどかすごく喜んでるみたい。いやー、これはちょっとほんと、これどの男がデートに誘ってくるかっていうのはランダムなのかな。なんか交互に来てる感じしない。でもってことは次が氷室。またやばいやばい、日比谷くんやばくない。これスケジュールどうなってる今。日比谷くんやばいかも。いや、無理かもこれ。電話する。え、ここまで持って、いや、無理かもこれマジで。ここ5日、12月5日、次の日曜ね、ここで寝るって決めても、レイチが誘ってきたらそもそもアウトっていう。行かなきゃ、もうこんな、はい、つくばってでも行かないとってなるじゃない。ただ日比谷くんにも電話かけなきゃいけない。こんなのどもう、いや、あかんやん、こんなもん。飽きまへん、これ。まあでも正直、平日寝るんだったら、今週の運勢見る限り、来週に当てて、今週寝た方が賢明な気がしてきたけどね。まあ、ここ、ちょっと、ここはもう、ほんと、もう、嫌だけど、寝るね、もう、ちょっとやばいから、ほんとに。もう、来週の方が運勢良かったんで、来週はちゃんと活動に当てて、今週寝るっていう、これさ、いや、ちゃんとしてる、計画的な感じだね。え？ああ、はいはいはい、鈴鹿くんのね、はいはい、誕生日だと。プレゼントどうしよう。いや、まあまあ買いに行ったら、これ買いに行くことで爆弾抱えづらくなる可能性もあるかもしれないから。いや、そう、買いに行かないといけないから。
てかもう鈴鹿とデート重ねすぎて、もう鈴鹿ルート入ってるとかない、さすがにないかそこまでは。え、あーバスケットシューズ。でも君さ、なんかこの前好みのやつが欲しいみたいな感じで揉めてたでしょ、たまちゃんと。いえ、私のセンスでいいのこれ、大丈夫？プレゼントもちゃんと用意したし、明日は頑張ってよ。これたまちゃんがおすすめしてたやつ渡したらどうなんだろうね。これあそこで結局買わなかったみたいな言ってたからね。カズマくん、よお、どうしたんだよ。いやー、誕生日だからこの前デートであれだね、そんな期間空いてないのにまた会ったね。はい、これ誕生日のプレゼント。え、ありがとな。どう、開けてみてもいいか。いや、見て見て。じゃあ、うん、お、え、俺これすげえ好きなんだぜ。いや、マジで？よくわかったな。ってことはかなりいいデザイン？じゃあ機能性は重視されてないわねこれ。またタワちゃんとの仲がまずくなるわこれ。ありがとな。うん。ああ、いいんですよ。うん、これぐらいは。やったわ、すごく喜んでくれたみたい。っていうかさ、ちょっと待って、今ふと思い出したけど、着物買わなきゃいけないんだよね。これ本当にさ、年末までもうそんなないよね。ここしかないもんだって、ほら。ここしかないから。着物買っとかなきゃいけないねこれ。ちょっと着物買いに行か、でも300リッチしたよねこれ。足りなくないか。で、え、足りない、まさか。え、終わる、終わってしまう、私の初詣。ブティックジェスとかに売ってたっけ。いらっしゃいませ。ちょっと見ていいこれ。え、着物とか、何をカバンに入れた、なんか入れたぞ今。何してんの、やめて。これアウター、着物は、着物、あ、いや、マジで300リッチだ、本当に。え、セールしてない？これ、300リッチって、なんか売れないのこれ。あと15リッチ。鈴鹿の誕生日に3リッチ。まあ、それでも足りないのか。え、どっかで、ちょっと待って、別の店でセールとかしてない？ありがとうございます。いや、でもこれから迫ってんのにセールなんかするはずないよね。もうなんかそういうのが終わってからだよね、セールするとしたら。ちょっと待って、まずい。なんか、エビスマルってさ、セールとかして、エビスマル助けて、エビスマル。いらっしゃいませ。エビスマル助けて、とりあえず着物が欲しいの私。エビスマル、エビスマル売ってないじゃないの、エビスマル。エビスマル売ってないじゃん、ちょっと道を無駄にした、どうしようこれ。日比谷くんに電話かけなきゃいけなかったのに無駄にしたわ。え、ハズキくん何真剣に見てるんだろう。ハズキくんどうした。お、なんだお前か。うん、どうしたの。なんだとは何よ。ああ、買い物ねえ、何買ったの。いや、いいのそんな見せないよ、恥ずかしい、やめて。食べ物。猫缶、え、猫飼ってるの。いや、これ食べないでしょ何を言って、撮影、もしかしたら撮影でいた猫ちゃんのご飯かもしれない。君が飼ってるわけじゃないけどみたいな。ああ、え、ああじゃないよね、びっくりした今。ああじゃない、止まったよ一瞬。いや、やめなよ、もっと普通の人間が食べるものの方がいいって。そうなのか。え、君が食べんの本当に。そうなのかって。うまそうに食べるんだけどな。いや、あいつら。いや、そうでしょ、あいつら。らなの、そんな複数いるの、あいつら。猫。うん、体育館の裏に住んでるやつ。あ、裏に住んでんの。あ、そっか、そうだよね。うん、それに、うん、なかなかうまいよこれ。うん、やっぱ食ってんな、やっぱ食べてるこの人。食べてる、この人食べて。ちょ、あかん、これ大丈夫これ。え、ちょ、大丈夫これ。え、1日目語学、え、大丈夫、やばくないこれ。え、大丈夫。あ、オッケー。え、ちょっと待って、学力、本当に不安しかないんだけど。2日目は数学のテスト。いやいや、そうなんだけど。そうなんだけどね。もうバッチリ。いやいや、そうなんだけど。え、ちょっと、いろいろ、スケジュール的に不安がありすぎて、もうテスト全然入ってこない。ちょっとどうしようこれ。選択もいける、もうバッチリ。よし、問題は技術過程ですからね、毎回だけど。これもいけるか、芸術も多分大丈夫だよね。数字は覚えてないけど。よー、はい。で、問題のここですよ。うん、技術過程。どう？え、どう？これはもらったんじゃないのこれ。え、これはもう、え、まさか満点とかあるんじゃない全科目。え、全科目これもらっ、2点足りないけどトップです。私がトップですが、2点足りなかった。満点はさすがにね、さすがに八尾長官出るから。まあ、私が不動の1位。やっぱ変わんないね、ここら辺は。誰も追いついてこられないみたい。よし、オッケー。頂点にたどり着いて、何回目、4回目ぐらい。もう結構ね、1位取ってますから。これまた褒められたらあかんのかな。なんかパラメーターは別に車上の楼閣ね。え、ヒムロッチじゃない。え、
え、なになになに、え、いや、え、いや、ええだよね。それええだよ。次回は必ず私が1位。おう。奪ってみせるから。いやー、でも私のこと抜かせる？ほぼ満点よ。もうだって、あなたが勝つには満点か、もう1点しか、1点までしか落とせないわけだからね。私だって負けないから。あー、なんかやっぱなんか VS 嵐状態だから今、バチってるなんか。いや、バチってる。ちょっと待って。日比谷くん大丈夫これ。ちょっと待って、やばい、お前間に合うか、ちょっと待って、ストレスも、待って、飽きまへん、どうしよう、これ、ここはさすがにちょっと日比谷くんに電話しとくか、これ、君がもう爆発したら本当に終わりだからね。はい、日比谷くん。はい、じゃないのよ、本当。私、日比谷くん、今大丈夫。頭がアドバイスしてくれるんすか？いや、アドバイスとかではない、アドバイスをするとするのであれば、爆弾は抱えない方がいいとしか言えないよ、もう。うん、実はね、爆弾は抱えるだけ人に迷惑をかけるから、それはやめてくださいっていうね。ことしか いやこれどうしよう、年明けまで引っ張るとまずいよね。ここがクリスマスの前日なんですよこれ。まあでもいいかしょうがないよね、もうね。日比谷ライオンの赤さん見に行く？もうじゃあライオンの赤さんいるらしいんすよ。12月23日に動物園に行かない？大丈夫ですよ。いやマジで先輩に誘ってもらえるなんて、うん、嬉しいっす。いやまあしょうがないね、これ。ライオンの赤さんは君と見ることにしよう。じゃあ12月23日バス停で待ってるから。了解っす。あ、そう。楽しみに。あー、じゃあこれでとりあえず爆弾は、やめてよまた。もうラッシュがすごいんだから、爆弾の。無理、無理だからね。で、今回の占い、休まなくて大丈夫ストレ。え？あ、もう、スキー、スケートがまたオープンしたのか。もう、そっか、終わりだもんな、ここまで来たら。指輪。はあ、で、長袖のブラウス、ピンク、バングル。あー、難しいね、なかなか。とりあえず、そろそろちょっと吹奏楽部活動しないと、とか、今月あったっけ吹奏楽って。え？あれ？吹奏楽？これ、学園祭をもって引退してる？まさか。え？ちょっと待って、学園祭をもって、なんか終わってない？部活。え、でもあるよね。あれ？毎週、でも毎週じゃない。毎月の第3日曜みたいな練習なくない？え？でも普通の活動あんの？どうなってるこれ。え、いやでもまあ久々にちょっと練習行かないとそろそろね、やっぱ怒られる可能性。何をしてるほんまに。おた、ここにいた。おー、やっぱ交互かもしんないこれ。ああ、ヒムロッチどうしたんですか？次週日曜だが予定は空いているか？いや、まあ空いてるけど、大丈夫かなこれ。なんかストレスとか。今回は博物館を見学する。博物館？午前10時、はい、公園入り口に集合だ。公園入り口、わかりました。まあ大丈夫だよね、多分。よろしい。うん。それでは次の日曜、うん、くれぐれも遅刻しないように。いやー、これちょっとね、やばいんですよ。スケジュール、着物やばくないですか？300リッチある？これ。着物、ちょっと待って、300。え？窓か。まあ、窓かでいっか、これ。オキッサ多分行けると思うよこれ。窓か多分行ってくれる。お、わーちゃん、うん、そう、なんか会おうか。いやー、なんかオキッサ行こうかなと思って。で、日曜日ね、氷室と博物館に行くの。うん、課外授業じゃなくて個人的に2人で。うん、それについてなんかある？ねえ、お茶して帰ろうよ。あ、やっぱりね、お茶して帰ろう。うん、なやっぱ結構ここら辺まで来ると受けてくれるね、お茶の誘いも。で、はい。ところで窓か、質問がさらにあれなんだよ、増えてんじゃないのこれ。これ聞きたい。これだってさ、君フリーターになってこれをなんか追い求める感じなかったっけ？これ聞きたいな。まどか、将来の夢って何かあるの？っていうか自分、うん、この間からなんでインタビューみたいなことばっかし聞くねん。いやー、ちょっと興味あるからね、やっぱ。あ、ごまかした。うん。ほな言うけど。え？笑いなや。あ、いやいや、聞かして。何？俺な、うん、自分の力で会社作りたいね。あ、なんか言ってた。あ、それか。そうか、言ってた。なんかパパンのね、パパンをこう己の力のみで超えたいみたいな。はい、言ってた。何をやるかもどういう風にやるかも決まってへんけど。うんうん、うん、そう。けどな。うん。ガキっぽくても先が見えへんでも。うん。ほんまは夢ってそういうもんやろ。まあそうかもしんないね。そういうこともある。え、終わり？ちょっとね、なんか回返答して。わしづかみ丸なんか返してちゃんと。そうだねとかでもいいよ、そんな。無視。今日は、氷室ちょっとやばくないこれ。大丈夫？ちょっと待って、スケジュール的にちょっと着物買わなきゃいけないから、もう着物買うのここしか残ってなくない？着物買うのここしかなくない？ 300 リッチあんの？私。285リッチしかないけど！いや、これはもうとりあえず行くしかない。で、寒いから、
で寒いから、え、これヒムロッチはこの服見てないっけ、もうこれでいいのではって、あ、でも指輪とかに変わってたんだっけ、ちょっと待って、指輪ある、これとかに変わってたのかな、はいはいはい、こっちも、あ、これはブレスレットか、まあでも指輪でいいか、え、これ見てないよね、ヒムロ、これ、大丈夫だよね、これ、え、公園入り口でしょ、バカにしないでもらえる、本当に、いや、公園入り口で分かってるよ、もうそんなね、大丈夫、公園に入り口、公園入り口だから待ってみよう、で公園大丈夫だから、うん、自信持って、遅いな、え、いやいやいや、ここでよかった、いや、ま、ここで待ったらいいから、うん、大丈夫だから、そうね、うん、大丈夫、公園入り口だったから、ちなみに日比谷くんとの待ち合わせ場所はもう覚えてないけど、うん、これは覚えてる、ちょ、日比谷くんもミスれないから、これミスるとさ結局爆弾取れないよね、ヒムロッチを待たせるわけにはいきませんから、よろしい、はい、いい心がけだ、いや博物館か、前も言ったけどね、うん、え、で、やばかったこれ、あの出発しないんですか、待ちなさい、うん、まだ予定より10分早い、いや車の中で暖房効いてんだったらまだいいけど、これ寒いて、いや 寒いてこれ、では出発する、うん、10分もう経ったんか、私に何か用か、早いよね、ふっ、何をいい加減にしなさい、な、何を、いや、いい、なんか反応変わってきた、それでは入場する、はい、なんか課外授業みたい、どうした、じゃ、え、他のところでもいいのかな、これ顎とかは、うん、うっ、社会見学日和だ、お、有意義な時間となることを期待する、なんか課外授業みたいだね、なんか博物館だもんね、見なさい、いや見たよ、この歴史に名を残す名所たちを変わったのかと思ってた、博物館の展示内容、展示内容が変わって新しいのが出たからもう一回行こうかと思ったら、お前忘れたのかこれ、え、ちょ、え、いやいやいや、これ、いや、これ、やった、やった、これ。やったって、これ。これでしょ？え、これ、これでしょ？やったって。そう思うか。いや、よろしい。君はなかなか見どころがある。記憶失わないでもらえるかな。目つぶすよ、ほんとに。唇に何か塗っているのか。唇に何か塗っているのかって、どういうこと？どっちの？え、私が、レイイチの唇に塗ってるってこと？それとも私が？私が塗ってるにしても、そんな何？唇に塗って、え、何トゥーしたわけ、え、トゥーしたわけ、何したの、え、すごく楽しかったです、今日は誘ってくださってありがとうございます、いや、え、私も有意義な時間を過ごしたあ、そう、礼を言うのは私の方だ、いや、なんかちょっとあからめてんだよね、私に何か用か、レイチともあろうものがちょっとここら辺あからめてるよね、メガネのこの中というかここら辺、いやー、ちょっとほんとね、もう君の意欲の高さには感心する、いや、だからなんのよ、まあトゥーしたからかもしれないけどね、やったね、今日のデートをバッチリ、こう、よーしよーし、まあまあ、もうやったことあるもん、これだって。お互い記憶を失ってんのかな、これ。音、家まで送ろう、はい。あ、お願いします。はい。ありがとう。え、問答無用で？あれ、選択肢って委ねられなかったっけ、これ。問題ない。はい。君の家は私の家の近所だ。あれ、なんか選択肢、あ、ドライブの時だけかな、選択肢あんのって。え、今日は道が空いてるみたいですね。非常に快適なドライブと言える。おう。私は常々思っているが、はい、都市の交通事情というものは、なんかすげえ喋り出した、何すごい喋り出したけど、え、何、え、うわあ、危ないな、何走り屋来ましたよ、走り屋、まったくだ、え、大丈夫か、いや、走り危なかったですよ、今走り屋大丈夫で、え、まあ、ボディ車のボディとかに傷ついてなければ大丈夫だと思うけどね、え、何、はい、ひどい運転でしたね今、あ、車なの、バイクかと思った、ボト、シートベルトは締めているな、はい、ああ、閉めてますよ。それは、そこは大丈夫ですよ。全然、ボディに傷ついてないってことは私も大丈夫ですから。うん、大丈夫。そんな、うん、すまんね。そんな心配してもらって。大丈夫だよ。うん。ありがとうね。うん。はい。え、何この曲？それでは、両足を突っ張って、はい。体をシートに固定しなさい。どういうこと？両足を突っ張って、体をシートに固定？はい。これは、何？どういうこと？右京さん出るよ、これは。一言注意しなければならない。追跡する。今の車の運転手にってこと？は、はい？え、お前走り屋だったな、やっぱり！とんでもないスピードだ！ははは！ははお前、君が捕まるぞ、これ。ヒムロッチじゃないよ、じゃ、捕まるって。何これ、捕まっちゃうよ、こんなの。話は後だ。いやいや、かっこよ。話は後、今触ったら終わる、事故るよ、これ。今触ったら。危ない！私とマサラティから。え、逃げられると思うな。マサラティってこの車？え、うわー！え、いやいや、終わんの早い、終わんの、え、注意したの？え、注意したの？問題ない。
いや問題あるよ。私の帰路に君の家があるだけだ。君下手したら本当に捕まってるからねこれ。え問題え。どうした。注意できたのこれ。なんこれ。次回も有意義な一日になることを期待する。うん、いやこれこんなもうなんかとんでもない車に乗ってしまったらもう次回からトラウマになるよこれ。え。いや黙らないで本当。え注意したの本当に。え口いっちゃうこれもう。注意したの。おる。別の機会にしなさい。なんで。別いや注意したのそれ。聞かしてそれだけ。ちょっと待って何これ。何なのこれ。ヒムロッチに家まで送ってもらっちゃった。え何これ。はい姉ちゃん。いや無理。何警察かな。えめちゃくちゃスピード出してましたよねって。いや私助手席だから無理で運転手が勝手にね。うん。ああ美しい。ちょ無理だから男が。いや無理。男本当に男もう本当もうな。男なんなのもう。